俺がね、この職業が自分の子供の頃にあったら、お、絶対これ目指してただろうなっていう、職業を発見したんだけど、ずっとお誕生日に、iMac の新しいやつを買って、で、まあ、お誕生日に届くって言われてたのに、あ、やっぱすみません、一日遅れます、みたいな。で、そっからその、めちゃくちゃスケジュールも忙しくて、なんかその、ポチった時の、買った時の、Mac 熱みたいのが、なんかダラッとしちゃって、で、ずっと開けないでいたのを、いよいよ開けたんですよ。で、そこで気づいたんですよ。ね。昔はなかった仕事ってここそうね10年20年めちゃくちゃ増えてると思うんですけれども、あのね、 iMac の入ってる箱ってあのでっかいモニター一体型の本体と一緒に買ったなんかトラックパッド、マウス、キーボード、それからコードみたいなやつが全部こう入ってるわけですよ、中に。でその時に昔は発泡スチロールの、緩衝材みたいの入ってたじゃん。で、今のさ、最新家電ってさ、Mac 以外でもそうなんだけど、なんかこう、段ボールを上手に畳んだやつ、その、多分、全部バラバラにすると、一枚の段ボールに切れ込みと、それからなんかこう、上手なこう、折りたたみの型、やり方をしてキーボードの入るスペースとか、それかその運送中にその箱の中のでっかいそのMac が衝撃が与えられないようなやつを、なんかすっごい複雑なさ、段ボールの展開図みたいな多分書く人がいて、こういう完成のものを作りたいんだったらこういう風にすると一枚の段ボールで一番無駄なくできますよ。で、ここ山折りのここ谷折りのみたいのをするとあのこうなりますみたいのの設計する仕事ちっちゃい時からこれはもう今全く見かけないから、でしかもそのちっちゃい頃にそれがすごい好きだった子も俺の他にそんなにいなかったから、あるあるとかあったあったってなんないかもしんないけど、工作用紙ってわかります？工作用紙っていわゆるこう、ボール紙に1センチかける1センチのメモリが入ってて、で、あれをこうカッターで切りながら、俺その普通にサイコロ作るだけじゃなくて、ちょっと複雑な、そうね、何に使うんだあれ。テーブル、紙の、ロールプレイングゲームをやるときに使うような、10面体のサイコロを作ったりとか、それからなんかちょっとしたこう、ロボット作ったりするのすごい好きで、で、しかも途中から、何人かいた工作用紙仲間も、ロボット作るところまでは、かなりこう、一緒に遊んでくれたんだけど、それをどうしても1枚の紙で作りたいっていう、その、一枚の紙を上手にこう切り込んで畳んでちゃんとロボットになるとか、あとそのロボットの肩に、ミサイルとかつけたいんだけど、そのミサイルもなるべく一枚でやりたいっていうあたりから、まあ、孤立の中でも孤立をしていくわけ。工作用紙までは付き合えたけれども、その一枚にする必要はわかんないから、つって、もうセロテープベタベタのやつとか嫌なの。上手に、なんかそのくぼみとかを作ったりとかして、そこにはめたりとかするの好きだったのね。でもこれを一生懸命やってても、未来はないと思って。ね、最終的に。ね。その時周りにいい大人で工作用紙でロボット作ってる人がいなかったから、ね。まさか、ね、この時代になって、一枚の紙で、ちょっとこう、いろいろ複雑なやつ作る業があるとは。で、あれがさ、一個だけ弱点があるのは、これすごいなと思うのは、なんかその、本体あったやつ、あの、オイルファンヒーター買ったんだけどさ、その、本体みたいなやつと、さらには、リモコン。リモコンを入れるくぼみみたいのもちゃんと作ってあったりとか、で、それからあとは、まあ、最近紙の説明書とかは、まあまあ減ったんですけど、それでも、ここの、その、
干渉剤にもなっているけども、こう箱状だからそこを開けるとステッカー入ってたりとか、で、それからあとこの部分には保証書入ってたりみたいなやつが、なんかこう無駄がないやつあんじゃん。電池とか、電池入れるところも作ったんだみたいなやつ、無駄がないやつ見ると、やるな、こいつ、すげえな、つって。よくこれよくこうしたなって思うわけ。一個だけ弱点があるのが、その無駄がないやつがすごい好きすぎて、で、しかも初めて開ける iMac とかは何が入ってるかがあんまよくわかってないから、で、そうするとさ、その一箇所の、本体を支えるためだけにあんのかなっていう、その箱状のところを開けたら、中に、電源ケーブル入ったりとか、すげえと思うじゃん。で、もう一個の方開けた時に、そこは何にもない時あるじゃん。ここなんかいかにもありそうで、何にもないんだって思った時のがっかり感ね。がっかり感。まあまあ、夢が詰まってんだ。こう夢のスペースなんだと思うことにはしてますけど、あの箱をさ、やっぱ破きたくないんだよ。破きたくなくて、一回平らにしたいんだよ。元の状態どうだったのってあって、一回平らにして、もう一回組み立ててってやってるうちに、iMac のセットアップは明日にしようっていう、その、あの箱いいんだよな。ただあの箱を、それこそ神さんとかさ、柴田理恵さんとか全然分かってくんないんだけど、家電の箱をすぐ捨てろって言うんだよね。どうせ、最終的にこっち側はいつかその、中古で売るかもしんないし、みたいなことで、まあ、結果中古で売るってことはあんまないのに、取っときたいんだよ。取っときたいんだけど、すぐ捨て、2回ぐらい展開しては作り。で、展開しては作りをやって、で、下手すると、ここ切れ込み入れた方が、ね、うまく収まるんじゃねえのとかを、やり、いねえかな、あの、展開マニア見てたら、俺の、その小学校の、ま、低学年か中学年ぐらい時代の、ま、一回だから、なんでやめちゃったかっていうと、その、将来性が見込めないってことが一個と、あと一回あの、作ったロボットが真っ赤に染まったことがあるっていう、こともあり、あの職業から足を洗いましたけども、あの趣味から足を洗いましたけども、今あれやってる人はあれすげえ好きだった人だと思うんだけどね。いやいややってたら買えそうだけど、天職だと思うよ。あの、俺の天職はあれだったと思うよ。本当は。途中で分断されちゃったから、からその時に、そのコースが続いてなかったから、なんか、いずれね、どんどんね、今、クラブチームとか、職業野球に近いような、実業団野球に近いような女子の野球チームできてるじゃん。みんな今までは女子がずっと野球やってても、プロっていう頂点がないからって諦めてたのと、あ、そんないい話ではないわ。ね、そんないい話ではないけども、それを今感じている。月曜ジャンク一民光る深夜のバカ力。あの手の箱のすごいやつになってくると一回こう平らにしたら。二度と俺には組めないやつとかがあるから、その斜めでかまし斜めでかましながら蓋を閉めないとどうやらダメらしいみたいなのも出てきて、いやますますあれは超すごいなってことと、で肝心の iMac なんだけど、年末めちゃくちゃ忙しくて、であんまこうお休みないなっていう時期にお誕生日が来たと。で、自分へのご褒美に何か買いたいけれどもってなって、で、それでもこう、どんどん誕生日近づいちゃってる中、ちょうどお誕生日に新型 iMac 発売っていうのに背中を押されちゃってるから、なんつったらいいのかな、買い物依存症からのゴミ屋敷みたいな。あのパターンあるじゃん。ちょっと悲しいやつあるじゃん。なんか、あれみたいな、
あんなに欲しかった iMac なのに、なんかちょっと熱冷めてんな、みたいな、贅沢な、まあ、悩みがあって、で、その時すげえ輝いてたのに、みたいなところの、もっと熟考して、決心してるのと、もしくは熟考して買わないのと、違って、勢いで買ってるから、俺、iMac をね、オレンジ色の iMac にした。iMac っていろんなカラーがあって、で、これはちょっと思い出深いのは、うちの神さんと結婚してすぐぐらいに iMac って商品が出たわけ。で、うちの神さんはアナログ人間で、今ほどネット社会じゃないけど、やっとちょっとネット社会が近づいてきたなっていう時に、まあ多分 Apple コンピューターが、そういうちょっとライトな層におしゃれに使ってもらうコンピューターとして、その、iMac っていうものを出すわけ。で、当時はブラウン管で曲線で構成されてる、普通はこう四角いモニターと四角いパソコンだったのが、なんか丸みを帯びてて、おにぎりみたいな形の上に、ちょっとこうスケルトンでカラーバリエーションが異様に多いっていうのが、特徴で、で、第一世代の iMac が好評だったから、ちょっとコンピューターの性能を良くして、第二世代が出た時に、うちの神さんに、コンピューターの時代が来るから、お前のコンピューターとしてこういう可愛いのが今あるんだよ、つって。で、当時自分自身は Mac も使ってたし、あと自作のコンピューターを自分で作ったりとかしてる時だから、iMac は僕の用途からするとあんまりだったんだけど、神さんの買うって話になった時に、神さんがピンク色がいいと。ピンクスケルトンみたいな色がいいんだけど、確かピンクスケルトンは、そのちょっと新しくなったばかりの中になかったんだか売り切れてたんだかで、一機種前のやつだったら安売りな上にピンクスケルトンがあるってなって、で、俺はさ、そんなコンピューター自分で作るぐらいだから、もう性能第一主義だからさ、その、コンピューターで性能を妥協してどうすんだよみたいなのがあるから、ちょっと気に入らない色でも、新しい方を買った方がいいってなんだけど、神さんは、コンピューターがすぐそばにある時代が来るんでしょっていうその、ってことは私が一番ストレスを感じない色が正しいでしょ。あなたみたいになんかその CG をやろうとか、なんかこう編集しようとかじゃないんだから。ネットが見れて、私のそばにあって居心地がいいやつが、ベストじゃんって、大論破をされて、ね、はい論破っつって、まあ、ぶん殴ってやりましたけど、大容量のモバイルバッテリーの角で鼻を砕いてやりましたけども、ネットニュースとかで取り上げるときには、その頃大容量のバッテリーがないぐらいのことは調べて、ね、で、まあ、その時、あ、そうだよねっていう、結局コンピューターが身近になる時代っていうのは、そのそばにあって、自分が一番居心地いいものがいいわけで、みたいな。当時やっぱり黒いとか、まあ、あと変な、マックは特にクリーム色みたいな、もうマック独特のコンピューターの色で、で、しかもそのマックの真似をしてみんなクリーム色か黒みたいな、まだいわゆる銀のパソコンみたいなのが出てない時代で、で、その時の感じがあって、で、いて、その時の思い出がある中で、あ、一応こう、リビングに置こうって思ってて、で、神さんもそのリビングはまあ使う時は使うわけだから、一緒にいるわけだから、で、しかも俺はそこでバリバリのその CG とかをやろうと思ってるわけでもないから、じゃあちょっとその、オレンジってのはまあまあ好きなんで、オレンジを買ったと。で、いて、そしたらさ、あ、まあ、凝ってんなと思うのはさ、そのオレンジの一体型のやつに、入ってるケーブル、ライトニングケーブルみたいのも、オレンジなんだよね、全部。その、専用のそれとコーディネートした色で、で、さらにはその、マウスの、そのヘリとか、トラックパッド、タッチパッドとか、あとその、キーボードとかもみんなオレンジなんだよ、ね。で、そこにさ、外付けでハードディスクをつけようと思うんだけどさ、オレンジのハードディスクなんかないのよ、世の中に。すっげえなんか、残念な感じになる。そこにそこだけ真っ黒のハードディスクがあることの、際立つ残念さね。だ、俺からしてみたら、だったらそこもオレンジで出してくれよ。もしくは、
それをアップルコンピューターがやるとまた高いこと言うと思うんですけど、オレンジの包み紙をそのよそのメーカーのハードディスクをオレンジにできるボール紙で作ってくれよ、そのボール紙で上手にそのよそのメーカーのやつを。だからまたそれがさ、俺に言わせればアップルのやり方だから、これでじゃあオレンジのハードディスクをアップルから出しますよって言うと、性能と比べてすげえ高いの出てくるじゃんか。今なんか自分の中で iMac が全部オレンジでコーディネートされてるのに、横に無骨な黒いケーブルで黒いハードディスクがついてるのが、まあ、ちょっと残念みたいな。なんか今俺が今戦ってるのは、このオレンジの iMac にいろんな自分が仕事でやってることとかを、まあ、リンクさせてやるのが一番いいわけですよ。ネタ選びながら飯食ったりしてますから、もはや。あの、神さんがずっと家にいると、さすがにそれは怒られてたけど、一人で食ってる分にはもうネタ選びながら飯食えるから、で、そういう理由でリビングにあるんだけど、今目の前にも別のメーカーの Windows のパソコンがあってネタ選んだりとかネットを見ながらとかやったりするんですけど、これとリンクさせなきゃなんないんだけど、 iMac もうせっかく買った新しい iMac だけはエロに汚染されたくないのよ。エロに汚染されたくないんだけど、その今時ネットワークがすごいから、今目の前にあるね TBS に置いてるパソコンはもう完全にエロに汚染されています。ね、汚染されていますけど、これとリンクさせると今時ブックマークもリンクさせちゃうから、その、自動的にその、Google Chrome からの、ファンザの、その、ブックマークは、入っちゃうじゃん。でもなんか俺の中で、食卓だから、リビングの。食卓でおちんちん出すよったら終わり。俺もいよいよ終わりだから、今それの対策とかもすげえ大変です。じゃあそんな曲ですね、ワーツで SF 東京。寒いですわね、まだまだね。今年なんか特別寒い感じするんだけど、夜とか。でいて、いろいろこう暖房器具を導入してて、良かったもの、俺には良くなかったものある中で、ついこの間我慢しきれずに、オイルファンヒーター買ったのよ、最新のやつ。そこそこしたよ。で、もう謎のあのネットに繋がってるシステムで、オイルファンヒーターって、セラミック、まあ、いろんなさ、暖房器具による違いみたいのもネットで一生懸命調べて、そのセラミックファンヒーターっていうのは狭いとこを急激に温めるのにはセラミックファンヒーターがいいんだけど、オイルヒーター、オイルファンヒーター、ファンついてたかな？オイルヒーターは、なんかその、ゆっくり広いところを温めるのにはいいですよ、みたいな。で、それとあと、温風が出ないから、温風苦手っていう人にもいいですよ、みたいなことがあって、で、最新のやつがアプリで操作できるから、ゆっくり温まる代わりに、家に近づいてきたところで、うちのエアコンもそうなんだけど、うちに近づいてきたところで、そろそろ温め始めみたいなことが、まあ、できますと。でいて、さらには、自分が半径、何メートル以内に GPS で近づいたら勝手にスイッチ入るとかできますよ、みたいのが最新型なわけ。で、家に来て、で、これも段ボールがまずよくできてる。段ボールの話いいわ。で、今聞いてる人は、そう、オイルヒーター、オイルファンヒーター、うちも入れようと思ってるけど、ちょっと使い勝手教えてよの、人の方が多いと思いますけど。で、なんかこう、横はあんま扱えないんだけど、上のところの金属部分がすごい熱くなって、で、いて、そこが温めた空気を部屋にっていうシステムらしいわけ。で、そうなっちゃうとさ、俺その、ちょうど神さん帰ってきたからすげえ掃除一生懸命して怒られるっつってね、家庭訪問が来るっていう感じの昭和の、あの感じでとにかく片付けたけど、日頃はもうめちゃくちゃだから、
もし、わかんないよ。そういうのの安全対策がどれくらいしてあるのかは、よく説明書にないかわかんないけど、その上の厚いところに、たまたまなんか雑誌とかが崩れてきたりとか、あとその、スパってタオル置いちゃったやつとかが、もしそれになった場合、もうもはや巧妙な時限爆弾だよね。要するに、俺が近づいた途端に、俺が家に帰ってないところに、巧妙に家が燃えるんじゃねえかと思って、もうその、オートのシステムは一切使えないわけ。家帰ってから、大丈夫映ってからスイッチ入れないと、怖いじゃん。それが怖いっていう理由で、一番その、暖房器具の中で、一番、こう、今年お金がかかってる、このオイルヒーター、オイルファンヒーターは、ちょっと、もちろん使えなくはないんだけど、家帰ってエアコンつけつつ、最初の初期だけオイルヒーター回すと、なんかその、すげえ早く暖かくなってくれて、で、その後、電気代がすげえかかるっぽい、なんかワット数とか見てると、その後止めて、ちょっとエアコンにキープお願いするみたいな使い方にはなってて、でもなんか思ってたよりは、俺の、この、なんとの、被害妄想と、あと部屋散らかし能力の高さ等を加味すると、あんまりお金と期待ほどのことはないんだけど、そんなに高く、オイルヒーター多分6、7万しちゃったの。に対して1万数千円ぐらいだった電気毛布。電気毛布は寝るとき相当いいの。その寝室で。で、何がいいっつっても、寝室で、安い暖房焚いちゃうと、どんどん空気が乾燥しちゃって、結局寝室の温度を高めると喉やられるっていうのがあるけど、まあ、電気毛布はそうでもないの。で、電気毛布も多分最新型そういうのも出てると思うし、一長一短あると思うんだけど、コードついてるじゃん。あのコードが大体寝てる間に絡まる、俺に。そのなんかこう、めちゃめちゃ寝返りを打つから、コードで電気を供給されてるから、なんか、っていう、もう、嫌な夢見るよ。チャーシューになった夢見るよ。こっちは。だってもうじっくりあったかくされた上にさ、体に紐巻きついてんだからさ、チャーシューにされてるってなっちゃう。そこだけがマイナス。そこまでがマイナスで、中で、2000円ぐらいで、俺の中で、今年の冬大ヒットしたっていうか、これだったなっていう、ベストバイだったなっていう、暖房器具っていうか、夜快適に寒くなくて寝る器具だけど、介護用の紙瓶。夜俺必ずおしっこで一回目覚めちゃうの。で、その時にゼロからやり直しなきゃ、なんかその、もう、その、おしっこで目が覚めちゃうせいで、電気毛布も、絡まった上に、タイマーで電源もう切れたりとかしてるじゃん。で、要するに、俺は、もうそっと寝てれば朝までもう大丈夫なのに、一回起きると、それやり直しになったりとか考えていくと、このおしっこに、起きるために、温まったその毛布を全部剥いで、一回トイレに行くっていう作業がなくなるだけで、で、優れてるの、ちゃんと、介護とかに使うよ、昔のただのシビンじゃないやつは、プラスチックな上に、ホースの先のところに、こう、おちんちんに、ペッて当てる。まあ、L を特注なんですけど、それはもう俺のおちんちんがでかすぎるんで、超巨大なやつなんですけど、ゾウみたいなやつなんですけど、で、それを、こう、ペッて、それも、なんて、おちんちんをもうほぼ触らず、パンツまくって、ペッてやって、で、ジョボージョボーって言って、もう逆流もしないみたいになってて、で、さらにそれこぼ、蹴ってこぼれたりとかもないシステムな上に、その、つけたまま、おちんちんを上手に振り、で、その、アタッチメントを枕元に置いて、って。で、いて、寝ちゃえば、次の朝、おしっこを、こんなにっていう自分で。で、この量っていうのを捨てるっていう、でも、俺の中で、もう一個あと、リビングのを半分半分に仕切るカーテンってつけたんだけど、それも俺の中では暖房効果が高いっていうか、全部やるとすげえ寒いけどみたいなので言うと、だから俺の今回この冬のベストバイはシビンでしたね。でシビンもやっぱアマゾンとかで行くといろんな種類あって、なんかそのこういうこともできんだ、ああいうことも洗いやすいとか、
持ちやすいとか、その後パッキンがあるからこぼれないとか、あと俺のような伝説の巨根もちゃんと入るとか、そういうのをやっていくとちゃんとあんだなっていうね。ニヤニヤすんじゃねえ。おちんちんの下りだけニヤニヤすんじゃねえ。他は情報として捉えて、おちんちんの下りだけニヤニヤする。このラジオやってる上で、で、まあまあ、あんまりそれを自分の中で決めたところで、別にそういう思い通りにはならないのは分かってるので、はっきりと決めてるわけではないけど、一応このラジオを僕の今のラジオ生活の中では、まあ本丸っていう、本丸と捉えていて、でいて、他にもいろんな局でいろんな形でラジオやってるんですけど、日本放送でやってるラジオは、夕方で、結構こう、主婦の方とかもすごい聞いてたりとか、あと子供からお便りとか来んの。で、放送はいつかな？放送は、ちょっと後かもしんないけど、で、こう、録音の時なんかさ、子供から来てるお便り、で、しかも、子供からメールじゃなくて、こう、おはがきとか、封書が来んの。でいて、中見たら、学校でお手紙を書くっていう授業をやって、で、お手紙をみんなとメールでこう連絡してるから、お手紙を書くような人がいません、みたいな。でいて、お母さんがよく聞いている、伊集院さんのその、日本放送の夕方の番組に初めてのお便りです、みたいな。ね。この差は何？市民化って快適だっていう伝説の巨根がみたいな。俺言われてみればまだあんまりこうそこは分けないようにしようと思ってますけども、日本放送の方で伝説の巨根とは言っていないですね。まだ奴らには内緒ですね。で、そんなのをさ、伊集院おじさんはさ、もらっちゃったりするわけですね。で、そしたらそれがさ、すみっこ暮らし。すみっこ暮らしのレターセットで書いてあって。で、そのすみっこ暮らしがもうよくわかんないんだよね。その、俺さ、その、なんとなく、後で気づいたんだけど、すみっこ暮らしとちいかわが、すげえ混ざってると思う。ちいかまの方は混ざってない。ちいかまの方はなんか、腹に溜まる、ね。腹に溜まって脂っこくないものが何か欲しいたり、魚肉そうか、ちいかまになっていく、ね、やつですけど、その、ちっちゃくて可愛いやつで子供が好きななんかキャラクターなんだろうみたいところにギュって入ったから、俺なんか、多分、すみっこ暮らしって言われてても、ちいかわって言われてても、多分同じものを浮かべてるぐらい、全然疎かったんだけど、そしたらさ、また一緒にやってるパートナーがさ、ママが多いからさ。で、ちいか、これがちいかわかみたいな話してたらさ、中にいる、ホリプロの、にいる、まあ、フリーアナウンサーの棚橋っていうのがいるんだけど、その棚橋が、ちいかわじゃないんですかみたいな。全然わかんない。ちいかわって、どんなやつがちいかわ、どんなやつが隅っこ暮らし、隅っこ暮らし知らないですかって言うから、どんなやつが隅っこ暮らしなの、その主要のキャラクターはって言ったら、とんかつの切れっぱしと、ね、とんかつの切れっぱ、そうか、前座ってる河野和夫は、まさにメインターゲットの娘がいるから、そこわかるのか。とんかつ、最初言われたのが、とんかつの、切れっぱしとか、はぁっていう、ね、その大勢いるんだと。トンカツの切れっぱしとか、エビフライの尻尾とか、すごい揚げ物多くないっていう。様々なやつがいるって、様々なのがいるんですっていう。世間の片隅で過ごしてる、その様々なやつがいるんです。トンカツの切れっぱしとか、エビフライの尻尾ってある時に、様々じゃないよねっていう。あと、カキフライもいるでしょ、それじゃあ。カキフライはいないと。で、本当は、
ナメクジなんだけど、カタツムリのふりをしているやつ。多分だから今ディレクターの金子とかは、河野がすごい頷いてるのに対して、何それっつってっけど、今、0歳児が3歳ぐらいになったら、お前も俺のことをバカにするんだよ。ねえ、知らないの、すみっこ暮らし、みたいなことになるんだけど。で、カタツムリのふりをしてるナメクジと、本当は恐竜なんだけど、それを悟られたくなくて、トカゲのふりしてるやつみたいな。何その揚げ物とふりしてるやつの構成。ねえ、なんかその偏ったやつと思うんだけど。まあ、見てみたらまた他にも、なんかその厚刈りの白熊とか、なんか世間の片隅に追いやられちゃってるやつがいるワールドみたいなところの、連中が、まあ、みんなそれでも楽しく暮らしてるよみたいな、はぐれ者集団みたいな。あれだ、同じようなやつで俺が子供の頃ハマったやつだと、独立グレン隊っていう、その、軍のはみ出し者だけでめちゃめちゃ強いんだけども、その軍法に従わないあの連中ね。あと、活心の兵隊ヤクザ。あの感じ。あれと全く同じものだと思うんですけど、で、その、チーカーっていうのがあるよ、つって。で、まあまあ、あの時間帯やって、まして、その、いろんな、そのパートナーがいるから、そのパートナーの先週話した、箱ちゃんって、箱崎アナウンサーが三国志面白いですよっていうのを俺が三国志見てるのに、じゃあ、その、棚橋が、すみっこ暮らし面白いですよって言ってるのに、すみっこ暮らしは無視ってわけにもいかないだろうと思って、で、その映画が、今、映画がすごいんだと、その、すみっこ暮らしの映画が、本当に感動するんです。本当に泣けるんですよって言われて、じゃあ行くよ、みたいな。ね。で、行くよって言って調べたら、多分今週いっぱいぐらいしかやってないんじゃないかな。先週からしたらもう残り一週間ぐらいしかないような状態な上に、もう東京は新宿ピカデリーかなんかで、朝8時半からみたいなやつしかないんだよ。やってないんだよ。で、行ってその、二本目とか三本目の映画らしいんだけど、その、すみっこ暮らし。未だに俺、ちいかわと一緒になっちゃってる、ね。で、その、すみっこ暮らしの映画をもう、朝から、早起きして、で、見に行って、で、感想としては、なんかちょっと面白いなと思ったのはね、ハードルが上がっちゃってんだよ。もう大人も泣けるんですよ。すごい連発されちゃったから、その大人も泣ける映画っていうのに対する何かみたいなのが俺の中にすごいあるから、それ言ってみたら、泣きはしないんだけど、なんかいい話なんだよ。すごいいい話で、で、これが難しいもんで、大人が泣けるっていうキャッチフレーズがつくと、ビービー泣くっていう、もうグッときてワンワン泣きましたっていう、いい例で言うと、クレヨンしんちゃんの、なんかあの、大人帝国の逆襲あたりから、言われ始めて、で、ドラえもんなんかも、そういう部類で、大人も泣ける、大人が泣ける、みたいな言い方してんだけど、俺はあれにちょっと反抗的なところがあって、子供が泣ける、子供がまずメインで泣けたりと心を揺さぶられて、で、そのシンプルでいい話で、で、しかもちゃんと芯が通ってるから、大人も、そのシンプルさが、ゆえの、こう、哲学性に、心を揺さぶられて泣くのはいいけど、もう、大人を泣かそうとしてるよね、これは。みたいな、やつ。で、下手すると、大人が泣かないわけにはいかないみたいな作為が、新しい、ドラえもんとか、新しいしんちゃんには、俺は満載で、それは昔から言ってんだけど、大人にも今言ったような理由で、絵本を描きました。でもそのシンプルにしていったら、これ大人はむしろ深いとこまで揺さぶられちゃう、そのシンプルさが哲学的だからっていうやつはわかるけど、大人のためのっていう絵本を描き出したあたりから、俺はね、気持ち悪いって、その、要は、お前らは絵本だとわかんのかみたいなところにあるやつがあるから、もちろん良性のと、俺の思う、俺だけが勝手に悪性と思うものはあるんだけど。で、そんな中で、逆に言うと俺ちょっと毒されてて、その、大人がワンワン泣けるんじゃねえかと思って言ったら、なんかね、ほんのりとしてる。ほんのりといろんなことを感じさせられるみたいな映画で、なんかこう、
なんだろうな、隅っこ暮らし自体が、初めて行っても、あ、そういうやつなのねっていうのは理解できるものの、そういうやつ以上のことはよくわかんない。その人間は出てこないのに、人間は出てこないんですよ。人間は出てこないんだけれども、恐竜だってことがバレたら、みんなに囲まれて、興味本位で、こう、いろんなことを見られるのが嫌だから、って言ってるってことは、それかと、トンカツも、トンカツの中でも、端っこの一切れなのね。そこは油が多いから、弾かれちゃうっていう理由ではぐれてるから。ってことは、この映画には出てこないけど、人間界はあるじゃん。人間界は存在するんだみたいな、その漠然とした感じとか。あと、大テーマが、みんなで、大テーマ、ちょっと、まあ、ネタバレでは、まあ、ネタバレうんぬんって映画でもないんだけどね。なんかこう、その、隅っこたちが、隅っこ暮らしの隅っこたちが、ある日、なんか、おもちゃ工場に行って、ちょっとこう、おもちゃ工場ごっこ、みたいな。みんなで分担していろんなおもちゃを作るっていうのが楽しいね、つって。じゃあ明日も来てよって言われて、じゃあ明日もつっていくと、すごいおもちゃいっぱい作れた上に売れていくから、どんどん今日は何個作ろうっていうのが厳しくなっていって、で、疲弊していくっていう。なんかそれを、なんとかな、それをもろに言うわけじゃないけど、雰囲気がずーっと流れ続けるわけ。ずーっと流れ続ける、なんかその、なんつうのかな。はっきり言わなきゃ。これはこういうことで、もともとはおもちゃを作るのが楽しくて、みんなが喜ぶおもちゃを開発するのが良かったのに、なんか今はノルマに縛られて少しも楽しくないし、で、どうやら街におもちゃが溢れて、遊んでもらえないおもちゃもいっぱいあるらしいよ、みたいな話になってくるのね。で、俺がそこで思ったのは、隅っこ暮らしも結構グッズ出てるよねっていう。ね、相当出てるのに勝負してんだと思うものの、その緩やかな感じがずっといくから、ズバッとここで泣けとかない。ここでいいシーンはいっぱいある。けど、ここでズバッて泣くっていうよりは、なんかこう、ぼんやりと、こういうことってあるよなみたいな。でいて、他の僕がちょっと嫌だなと思ったやつに比べると、これは、SDGs ですみたいなことがズドンって入ってくるわけじゃなくて、漠然と、おもちゃを、新しいおもちゃを買ったら前のおもちゃを、すぐ捨てるみたいのは、なんか良くないこともあるのかなぐらいの感じ。で、その、隅っこ暮らしを見たんですよ。で、ただ、押村くはなんですけど、その、僕からしてみたら、そんなに言うんだから、隅っこ暮らし相当超満員なんだろうなと思ったら、まあ、平日の昼間だし、もう終わる寸前だから、客が全然いないのよ。俺、隅っこ暮らしを隅っこで見たっていうギャグを、もう完成させに行ってたら、俺以外一人しか見てないのよ。ど真ん中。隅っこ暮らしなのに、ど真ん中で見るっていう、謎の感じと、あとは、終わった後にもすぐ仕事行かなきゃなんないから、タクシーで移動しなきゃいけなくて、で、その映画館の前のところに、映画館をもう終わって映画館の扉を開けたあたりから、もうアプリで呼んで、ここに行きたいですって、それこそ日本放送に行きたいですって呼んで、何分に来ますよっていうのが表示されてて出てんだけど、このタクシーが遅れて、言ってる時間よりもさらに5分遅れますってことになって、で、じゃあどうしようかなと思ったら、俺の指定したところの前にミスタードーナツがあったから、ミスタードーナツ久しぶりだな、ちょっとミスタードーナツ食べたいな、つって、で、ドーナツを買って、で、また朝が何にも食ってないよりこの後ずっと仕事だから、ドーナツを買って表出たら、またさらに5分だか3分だか遅れるって出てるわけ。これでもうしょうがねえなと思って、そのままドーナツ食いながら道端でずっと新宿のミスタードーナツの道端でずっとドーナツ食ってたら、すげえみんなが俺をクスクス笑いながら歩いてくのね。それは俺が、根っからのコメディアンだからと思ったら、外国の人とかも笑ってんのね。やっぱり昼間に50歳の巨体がドーナツ食って立ってんの、やっぱ面白いな。やっぱ相当絵力あるなっていうのは、自覚した。ね、なんだろうね。そんなにみんなね、ルッキズムですよ。偏差値低いなんて思うのは。だけど、やっぱそういう絵になってんだなっていうね。
隅っこ暮らしを見た新宿ピカデリーとは別の話ね。別の話なんだけど、まあ思い当たることはみんなも感じるかなと思うのがね。ね、とある、こう、でかい巨大な映画館、シネコンっていうの、あれ行って、行ってさ、で、シネコンもさ、スクリーン何は、ビルの何階で、スクリーンと何は何階でみたいな分かれててさ、で、いきなり行くと、その、ネットで買ったチケットとかを紙でプリントアウトしたりとか、あと、できる、こう、メインロビーみたいな。あって、そのメインロビーにでかい、売店、があって、で、そこで、そのポップコーンとか、飲み物とかを買うみたいな。で、こういうとこ多いと思うんですけど、その上に上がったフロアにも、一応、売店はあるんだけど、人件費を削減するために、混んでる時はやんのかどうか知んないけど、普通の平日とかは、そのメインロビーの売店しかやってない。で、その、買って持って、その自分の見る映画館のフロアに、行く、みたいな。でさ、すごい思うんだけどさ、昔の映画館と比べて圧倒的にでかくて綺麗で便利になってったんだけど、だって昔の映画館って死んでる椅子とかあったよね。もうスプリング出ちゃってたりとか、本当にコントじゃないけど、スプリング出ちゃってたりとか、なんかその、ぶっ壊れて、その、下についちゃってると。そう、畳むと、その、お客さん出てくと、バネ仕掛けで戻るんだけど、それがもう、戻らないままになっちゃってたりとか、もう、破れて、スポンジとその、バネ、出まくりみたいな。で、満員だと、満員なのに1個空いてると思うと、そういう感じで、それでも、いいや座った方が、つってやると、ずーっと空気椅子みたいな状態で、肛門をずーっとスプリングの出ちゃったやつで刺されてるみたいな、そういう感じで映画見なきゃならないような時に比べれば、すげー綺麗になったし、すげーこう、いろいろ管理もされてるようになったじゃん。ネットでどれぐらい混んでるとか見れたりとか思うんだけど、とにかく減ったのがさ、あの、ロビーだったり、映画を待機してる時に座るとこすげえ少なくない？なんか。だからまあ、来んなってことは、早くは。で、ものすごい映画も、まあおじさんのあるある話で言うと、昔は朝入って、入れ替え制がないから、ずーっと見てられる。座ったらずっと見てられたりとか、ひどいのになると、ラスト15分ぐらいのところ入って、で行ってその、映画が終わるところを、耳塞いで見ないで、でいて、その次始まったやつ座るとかをやっていた時代からすると、もう何分前からしか入れませんみたいになって、一回ずつ入れ替えじゃん。でいて、その何分前みたいな、かなりシビアじゃん。5分前とか、平気で5分前になんないと、そこ入れませんみたいなとか出てんじゃん。でいて、とにかく待機するとこがないわけ。で、俺さ、下のロビーからこうやって上がってきてさ、で、その飲み物を一個持ってるわけ。で、行って、あ、しょんべんしようと思って、始まる前にしょんべんしようと思って、で、行って、トイレに入ろうとすると、その横のところに唯一テーブルがあるから、テーブルにその飲み物、だって、飲み物はトイレ持ってけないでしょ。でもトイレはあるんだよ。ね、で、行って、その、トイレ入るのに、そのテーブルの上に、こうやって置こうかなと思ったら、そこに、ここは、お客さんのテーブルじゃないからと。その臨時に混んでる時に、カウンターとかこう、もぎりを作るためのテーブルだから、個人の荷物や飲食物を置かないでくださいって書いてあるね。あ、そうなんだと思いながら、どうしようかなって思って、結局もうその場で飲むかみたいな。でもポップコーンだったらその場で食うの相当大変だ。まあ俺ポップコーン食べないんで。で言ってさ、見てるとさ、どうしようかなと思ってる間に、何人もの人が一旦そこに置こうとして、ああ、ここは置かないでくださいって書いてあるわってなってんだけど、お前みんなが置こうとするとで気づいたのにと思うね。お前らがそれを貼ったってことは、この場所にみんな置きたいっていうことに気づいたのに、テーブルは作んねえで、そこに置くなっていう注意は書くんだっていう、きちんとプリントアウトして置くなって書くんだっていうのに、すげえ納得がいかないんだよね。で、あとやっぱりシニア料金とかやる割に、廊下で、座るとこなさすぎでしょっていうのが、俺の、すげえ、俺が隅っこで、すごいその、思ったことなんだけど、あのさ、買ってったやつ、カップルで行きゃ片方のやつが持ってりゃいいけどさ、あれ一人で行ってさ、トイレ、映画の直前にトイレしたくない？それ俺だけ？
さっきは死瓶とか尿が地形っていう話を深夜の DJ がやるのもどうかと思うけれども、でも普通ちょっと映画見る場合ってプレッシャーあるよね。尿しとこうっていう感じになるよね。であと、そうね、もう一個言うと、映画が今ネットでチケット取れるの良くなったの、すごく良くなったと思うよ。席まで指定できるじゃん。だけどさ、映画館のこういうその席順の図が出ててさ、そこのボタンを押してここを買いたいってやるじゃん。あ、スクリーンからの距離をかけよと思うの。あのスクリーン、要するに ABCGE のE席なんだけどすごい近いとこと E 席なんだけどそこそこちょうどいいとこの差がめちゃめちゃ多いと思うのね。スクリーンからどれぐらいありますかっていうと、意外に後ろから3番目ぐらいでちょうどいいところもあるし、それのこう縮尺が正確な地図じゃん、ただの図面だからとか、なんかすげえ文句言ったすげえ文句言ったけど、俺はなんかその隅っこ暮らしを見てみんなどう思うのかなと、子供がいる人が羨ましいのは、子供が隅っこ暮らしを見てるのをどういう風に見えるのかとかはすごい知りたい。であと、これは泣けるっていうのとはちょっと違う、なんか何かこれはすげえ心を動かされているぞっていうあの感じが、俺は最初、うん、あれハードル超えてこねえなって思ったんだけど、帰り道にいや求めてたのはこっちかみたいな、そんな感じだったよ。まあコロナの影響で減らしたっていうのはなくはないと思うのね。だけどずるくない？コロナの影響大丈夫になったから、映画館の中自体は別に一個ずつ開けないし、全員入っていいわけじゃん。だったらロビーの椅子もコロナの前の状況に戻すのが筋っちゃ筋だと思うけどね。やめないの？その映画館に対するなんか苛立ち。別に CM 入ったところでやめるタイミングじゃん。じゃあちょっと飯テロ、飯テロの話なんだけど、あの俺の飯テロは基本的に貧乏臭い、貧乏臭いよ。自分がよく行っているスーパーの鮮魚売り場があって、でスーパーの鮮魚売り場っていうのは加速度がつくもんで、美味しいといっぱいお客さんが、美味しくて安いといっぱいお客さんが来る。でいっぱいお客さんが来ると鮮度が高いものが食べられるっていうことで、どんどんこう右肩上がりにこうなっていくんです。で、僕の行くそのスーパーの鮮魚売り場で、お刺身コーナーがすごい充実してるんですけど、縁側あるじゃないですか。未だに俺があれ何の縁側なのかもよくわかってないんですけど、もう昔、それがわかんない。そのおじさんのせいなのかもしれないけど、縁側ってものがあんまり世の中になくて、で、俺が池袋の回転寿司屋さんで初めて見て、初めて食べたらめちゃくちゃ俺にハマる。あの脂っこさが嫌な人もいる。で、俺はあの脂っこさが好きだから、あの回転寿司の縁側がすごい好きで、で、その時に、テレビの月桂館の CM で、石原裕次郎さんだったか、渡里哲也さんだったかおっしゃったけど、その、美味しい日本酒に合う、当てとか、魚の、CM があって、それが、鈴木の荒い、ヒラメの縁側、月桂館っていう CM だと。で、タイとエビで月桂いかんっていう CM だったから、縁側ってのはヒラメだと思って、で、その、回転寿司で回ってる人に、あ、すいません、ヒラメの縁側くださいって言ったら、あ、ヒラメではないって言われたの。で、それ以来俺は、この縁側が何なのかがずっとわからないまま、うまいから食べているっていう、縁側だけの、その、魚がもしかしたらいるかもしれない。わかんない。俺は、だわかんないじゃん。そのさ、回転寿司とかってさ、タイじゃないけど、タイって呼ぶやつとかいっぱいあるからね。その、俗名みたいなのいっぱいあるから、全然、聞くとゴリゴリの科学的な名前のやつとかいるからね。で、なんか、セクシーナースステーションが実際の名前なんですけどもね、なんつって。これは、なんつって。ね、これは初恋台っていう名前になってますけどっていう。ね。で、そのやつとかいっぱいあるから、未だに縁側が何かはあんまりよく、多分、海外のヒラメとか、
海外のカレーの割とでかい、端っこのところを言っているとは僕は推測していますけども。いや、違いますよ。もっとケミカルな合成で作っていますって言われたら、またそれはそれで。ね、わかりませんけど。で、僕は縁側が好きなんですね。で、いて、そこの俺の行きつけのでよく行く鮮魚売り場は、すごいその、縁側のそのお刺身が多分売れると思うんですけど、で、そのいっぱい縁側のお刺身を綺麗な形で、そこ握り寿司できるやつを作った後の、端っことか、その、そういうのの切れっぱしが相当出るらしくて、その切れっぱしだけを大量に、入れた。もう細かく切った縁側だけを大量に入れて、その賞味の縁側より全然安い値段で、俺が見てる限りは、その賞味の縁側20パックに対して、1パック、その、細かく切った縁側が異様に入ってて、しかも値段が3割ぐらい安い上に、その得体の知れない感じからどうやら敬遠されてるらしく、俺が行く時間にはさらに2割引きみたいなのが大体ついてるやつがあって、これに、お刺身食べるときにちょっと下品って言われるさ、わさびを醤油に完全に溶いちゃう形のわさび醤油あんじゃん。それを入れてぐるぐるぐるって、その縁側の切れっぱしのいっぱい入ってるやつに、濃いめのわさび醤油を作ってドボドボにかけてぐるぐる混ぜたやつを、あったかいご飯の上に乗っけて食う。これがすごいうまいのに、うちのその町内に、あれがうまいことに気づいたやつがどうもいる。いつもおそらく、あれ、今日出す分の縁側に対して1個あって、必ず縁側の刺身が1、2個余って、そこ1個余って、特売シールが貼ってあるのに、ここ半月ぐらい、ない時がある。どんどん早く行くようになるから、どんどん早く行くようになると、それ、縁側の刺身よりは3割安い。けど、そこからの2割引きが、つかないわけ。夢がないね。深夜放送のなんかわかんないけど、トップランナーみたいこと言われてる人の話の割には、夢がないね。だけど、縁側切るのは負けた気がする。縁側を自分で切るの。だから、ネギトロまではいかないけど、ネギトロの縁側版みたいなことなのよ。片っ端からその端っこだけ切り落としたやつの、でいて、多分なんだけど、普通の縁側よりも歯ごたえ強い気がするんで、多分、エッジのとこを使ってるから、あ、どうか引っ越さねえかな見たことねえけど。多分、なんかのタイミング、あ、あったってなって、向こうからもうずーごいスロービデオで、ずーっと近づいてきて、でいて、二人がガシーって撮った時に、ぶん殴り合いか恋のどっちかがもう、生まれると今、見ています。飯テロになってるかどうかよくわかんないです。ズマで、ルーティーンライフ。なんかまた今週もちょっと ラーメン屋さん開拓しようと思ってラーメン屋さん行ってでいて結果前けど別にこれだではないみたいな、ことを繰り返ししてるんですけど、なんかつくづく元々分かってはいたもののつくづくだなって思うのは、なんかやっぱりアドバイスはいりませんって言うんだけど、それでも、いや、僕がラーメン大好きなんで、伊集院さんに教えたいって思ってくれる人はまあまあいるんだけど、俺がこう、こだわるところは、何よりも、並ばない、威張らないっていう、この二つが入ってくると、急に、当たり前じゃん、美味しいから、並ぶじゃん。ね。で、下手すりゃ威張るじゃん。並んでも食べる人いっぱいいるから、この美味しい、あるよ、ほら、麺はこういうタイプが良くて、どうやら今はスーパーこういうタイプがあった上に超えなきゃいけないのが、威張らない、並ばない、なのね。で、まあ、並ぶに関しては、まあ、しょうがないよね。俺のお抱えのラーメン屋ではないわけだしっていう。で、言って、威張らないに関しては味変わりませんよねって、味は変わらないでしょっていう人まあいるんだけど、威張っても変わるんだよね。人間ってこうやっぱりさ、
大半やっぱり脳の影響強いなと思ったのが、それこそこの間、その、日本放送の方のラジオで、変わった食べ方したことありますか？みたいな、メールテーマ。で、こういう変わった食べ方してるけど美味しいですよっていうのを教えてくれる人がいて、一つは、それがなぜネットニュースになるのとは思ったけど、ストレートのアールグレーティーとコーラを11で混ぜて飲むっていうのがあって、で、これが、俺はコーラをまさかの甘すぎるって感じてる人間だから、コーラの甘さ、だから、この楽屋でもよく、なんか今日コーラだなって時は、コーラを炭酸水で割るっていう謎の飲み方をしてるんですけど、そのストレートの、で、その、アールグレイっていうちょっと紅茶味の強い、ね、紅茶を混ぜると美味しくて、トンチンカンなコーラたまに出るじゃん。キュウリみたいな。ねえ、ああいうのに比べたら全然いけんぞっていう感じで。で、しかも、どうやらこれは、これ以上甘さ、1対1だと、ちょっと甘さが足りないので、1対1よりはちょっと少なめだけど、わざわざ今俺、アールグレイティーを濃いめに入れて作るみたいなところに入ってきて、ちょっとの工夫とかじゃなくなってきてんだけど、ね。で、その時に、で、いて、それが、その、パートナーの、女性の、若い女性の、アナウンサーさん、前島さんで、一緒に飲んだよ。これいけんじゃんってなったの。で、もう一個が、プレーンのヨーグルト。で、しかも、なるべく、これおかしいのはさ、こんなにさ、雑な食べ方ならみんなこだわりがあるからさ、プレーンの、割とクリーミーなヨーグルトあるじゃん。いわゆる、こう、豆腐みたいにきちんとなってるっていうよりは、割とクリーミーで、プレーン。ね。な、ヨーグルトに、できればミネラル塩。ね。ピンク岩塩みたいな。ね。普通の岩塩じゃなくて、入れ物をおっぱいの谷間に挟んでくねりながら、ピンク岩塩なんですけど、その、ピンク岩塩と、ブラックペッパーを振りかけて食うっていうのがあるんだけど、これおかしかったのが、パートナーも俺も一口目、あ、これはちょっと待ってくれと。もっかいってなって、頭の中でこれをヨーグルトとして食べるんじゃなくて、クリームチーズだと思って食べてみようってなったら、それが全然うまいの。いや、一口目は、ヨーグルトに変わった味をつけたで食べたら、同じもん食べてる。同じやつ。だけど、これは、フレッシュなクリームチーズなんだと思ったら、めちゃめちゃうまいの。なんかそれの感じで、あ、結局、脳だな。かなり、まあもちろんなんか、よくホリエモンが言うデータを食べてますみたいな言われると、そこまで俺割り切って食べたくはないな。よくホリエモンは和牛はデータを食べてるだけだから、人間はデータを食べてるんだって言うんだけど、言い方っていつも思うんだけど、あの感じ、あ、脳で決まることはいくつかあるよなって言って、ラーメン屋さんも別にペコペコしろって思わないんだけど、威張らなくていいじゃん。威張らなくていいのと、今良くないのは、いい職人ほど愛想が悪いみたいな空気ラーメン屋さんがすげえ支配してるから、この間食べた時も、俺が悪いんだよ。俺がそれが分かんなくて入ってきて、すいません、このなんとかラーメンを、食券。って言われただけで、美味しいけどってもう、美味しいけどって思って、ラーメンはあったかいけど、っていうなっちゃってね。だからもうだラーメンがすごい好きな人とかそういうのも全部乗り越えて美味しいってなるけど、俺はもう全然そこは乗り越えられないから、多分俺が好きなラーメンの難しいところは美味しいを要求してるくせに威張らない並ばないがまあ難しいんだね。月曜ちゃん一塁勝ち抜きカルタ合戦会
俺のためのあの縁側の切れっ端お得用パックを、まだ見ぬライバルに取られた話で思い出したんだけど、雑誌で昔すごいマニアックな、一巻全部野球漫画月刊誌なんだけど、その雑誌全部野球漫画っていう水島新司さんがお金出して作ってた一級入魂っていう雑誌があって、でこれがなぜか毎月23日ごろ発売っていう謎のローテーションなんだけど、さすがにやっぱり全部野球漫画っていうのをそこまで買う人がいなくて、でうちの近くの南進堂って本屋さんに俺が買いに行く一冊だけずっとあったのに、ある日ないんだよね、その時ね。でその逆もあるんだよね、かなり癖の偏ったエッチな本を、名前もないようなエロ本専門店で俺用に用意してもらったのに、ある日俺が冷めちゃったっていう。ある日俺が、あんまなんかでかい乳輪ってないなって一度なって、だしばらく行くんだけど、そこの人もあデカ乳輪来たと思ってるわけ、こっちは、ね、だからそれ俺こっち側からしたら月刊デカ乳輪ずっと取ったのはお前のためだよって思うのに、俺が 3,4 ヶ月買わないわけ、違うやつ買ってる時のなんだよあいつみたいな、あの感じも申し訳ないよね。今僕デカ乳輪もう一回来ましたけどね、うるせえよねえ。日本放送の夕方に言ったらすっごいみんなびっくりするだろうな。俺あのデカ乳輪ブームが昔あってさ、つってもう絶対怒られんだろうな。適材適所っていうね。あの、よくさ、裏表があるとかさ、黒だとか白だとか言う人いるけどさ、みんなそうだって。みんな、ね。同じのやってたらおかしいよ、違う人に向かって。ね。はやっちゃった。縁側の話したじゃん。隅っこ暮らしの話したじゃん。うまく繋げられたような気がするんだよね。縁側って隅っこだから。もったいないことしたさあ、ということで、どんだけ困ってんだよ。新勝ち抜きカルタが正解です。番組オリジナルのカルタを作ろうというコーナーです。毎回2つのテーマのカルタが戦って、生放送で番組を聞いている皆さんからの最終ジャッジ。メール投票で、勝敗が決まります。対戦するのは前の週勝ち抜いてきているカルタと、現在、たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとにあ行か行作業と進んで、負ければ予選ブロックに戻ります。で、和行を勝ち抜けば、カルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗すると、ちょっとゲップが上がりましたけども、背中パンパンして背中ポンポンして同じ文字で3連敗するとテーマは消滅になります。今週の対戦カードですけれども、まずは現在勝ち抜き中が、人生ゲームが時代とともにアップデートするように、以前このコーナーで和まで完走したスゴロクカルタを令和版にアップデートしようというテーマのスゴロクカルタ令和版、今週は作業です。対する予選ブロックから登場のカルタは、思うまい店の企画会議で、こりゃ面白いを超えちゃってるからオンエアできないなってなっているような、お店の特徴やメニューがテーマのやばうまい店カルタデビュー戦です。じゃあまずはこちらから、スゴロクカルタ令和版。すごいですね。まあ、あ行、か行あたりは素直に一つ進むとか、まあまあ、一回休みとか、振り出し戻るが多くて。でもなんかこう、その日、あ、これ、戻るなのみたいなところにも、ちょっと味があったりとか、うまいこと言うな、みたいな。ペンネーム、かわやかじ。さあ、サグラダ・ファミリアは、俺が完成させると、家を飛び出した一人息子から、ゆで太郎のバイトが決まったと知らせが書いてある。一マス進む。とりあえず人生としては間違いなく一マス進みましたよね、絶対な。あ、そうか、どこのお店だ、内緒か、ばったり入るかもしれないな。もう5マスぐらい進みましたもんね、今の会話でね。ペンネーム、そろそろ旧姓中山。さ、サムネイルから、次回の外録チャンネルに母親が出ることを知る。5マス戻る。
お前の話するうん。お前の一方的な、一方的な思いの、しかもショッキングな話、するもん。亡くなったって聞かされているお父さんがどういう人だったのか、言うもん。叫べみたいなやつの後に、言うもん。ペンネーム、カピバラ大脱走。さあ、サーカスで火を食う女性とキスをしたら、タバコのフレーバーがした。なんだよ、お前。なんで歌だけかな、急に、低い娘から、タバコのフレーバーがした。じゃあ、ついでにつけるとこもあんのかな。焦げ臭いだけじゃなくて、タバコのフレーバーがしたなら、明日の今頃にはね、テントを畳んでね、次の街へ行くんでしょうな。一マス進む。なんで進むんだよ。もう進むかどうかわかんないな、ペンネームと先生はおっしゃってる。さ、三蔵法師様がお経を唱えるたび、頭の輪っかではなく、なぜか、包茎矯正リングがギューギュー締まる。4マス戻る。未だにあんのかな、あの包茎矯正リング。昔は通販のところに必ずあったけどね。ペンネームたまず。さ、錯覚でおじいさんが竹馬に乗りながら放尿しているように見えるだけかと思ったら、実際にそうしていた。竹馬乗って二マス戻る。まあ、進みはしませんけどね。ペンネーム、ピカワ。さ、最愛の人の命を奪った仇をとうとう追い詰めるが、熊田陽子に、もうやめて！復讐は、憎しみは、何も生まないぞ！と止められる。産まないじゃんの意味です。ね、うるせえっつって。うるせえ、スイッチ入れとけよ、この野郎なんつって。ブー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 つって。一回休み。一回理解せえ、どういう意味、どういう意味、あ、産まないってこと、産まないってこと、ごめん、ちょっとごめんね、仇殺すんでっていうことで。何言ってんだか。ペンネームシャカポテ。し、射精する直前だというのに、信号機の写真をすべて選ばされる。いや、もうフィニッシュおかずが欲しくてバタ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 ってしたんだよね。したら信号機を全部選べっつって。ドク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 。今すぐ戻るって、戻れるのかどうかがもうわかんないですからね。ペンネームムカデ。し、ショート動画でクワバタリエのバタヤンチャンネルを見てしまい、忘れていた母親の嫌なところを思い出してしまう。今すぐ戻る。ペネムニコタマ金次郎。し、自分の性癖に完全に合った作山チョコ次郎の同人誌を見つける。エロの4マス進む。作山、まあ同人誌の世界はね、俺らわかりませんけど、コミックマーケットなんかでもかなりね、昔は八百本とか言ったよね、ああいうのね。今なんて言うのか、そんな古い名前は使わないのかね。やばいみたいな。八百本とか。でもね、作山チョコ次郎にエロスを求めないからね、あんまりね。これだっつって。ペンネームピカは、死ぬ気でやってみな、死なねえから、見てろよ、こうやるんだよと言ったそばから先輩の心臓が止まる。一マス進むだって。進んじゃダメでしょうね。もう言われないだって。
ペンネームシグ、シ、シケモクだと思って拾ったものが、ブナシメジの軸でがっかり。あったあったら、最近は電子タバコがす、ブナシメジじゃん。吸ってちょっとカビ臭いような、あー、ブナシメジじゃん。2マス戻る。ペンネームチェリマツ、シ、ジョブス感を、ジョブズ感を出しているだけの近所のおっさんが、何かの手違いで母親の再婚相手となる。3回休む。ジョブズ感を出してる。痩せてて頭髪の薄いメガネの、なんかセーターのおじさんだよね。基本的にはね、ジョブズ感。ペンネーム鈴虫食べたし、知ったかぶりのおじさんに、ツナマヨおにぎりを、世界で最初に作ったのは諸葛孔明と嘘を教えたら、一日で街中に広がった。二マス戻る。まあ、僕が今ね、三国志ブーム来てますからね。後日談なんですけど、まだ読んでます。まだ読んでたりとか、もっと言うと14巻の漫画がすごくよくできてたから、読み直したりとかまた違うとこ行ったりしてるんですけど、その先週言ってた、その三国志の別バージョンで石森プロがやってる、一巻が、ホリエモンで二巻の解説を書いたのがひろゆきさんのやつなんですけど、三巻の帯なんですけど、ガーシーでした。うん、なんかわかんないけども、ちょっと違うのを読んでみようかなっていう、多分出た時旬だったと思うんですけども、もういよいよちょっと違う三国志もあるなっていう感じにはなってますね。ペンネームナンバナンバース、スジャータの発音でスマータと言ってくる中国人のお姉さんが壺に入り、プレイに全く集中できない。私のスマータはっていう、あれこれスジャータの言い方だなってなっちゃったんだよ。スマータのオプション使えますかって、もうすぐ中国マッサージ行って。ペンネーム形状記憶老人っす、好きだったタレントが怪しい健康ドリンクの広告塔になっている。4マスもあるよね。まあ、ありますよね。なかなか、あの、前世紀の貯金はつきたのかなっていう時がありますよね。ペンネーム BJ サトル。す。恋愛のマスが今まで少ない。人生なら恋愛もあるわけじゃないですか。す。スピリチュアルサークスに入ってくれたら、スピリチュアルサークルに入ってくれたら付き合っちゃおうかなと、意中の女の子に言われ、素敵な恋が、始まりそう。3マス進むって書いてあるけど、これは3マスは進んでないよね。多分、サイコロで4が出るまで進めないだよね。おそらくね。ペンネームシグス。スミレナのアカウントからブロックされてることを父が武勇伝のように触れ回ってるよと義理のおばから聞かされた。3マス戻る。ペンネームハルーテイオニクス。スパイダー騎乗位には朝晩の走り込みが大事と試してガッテンで言っていたことを実践してみたら、会社の健康診断で結果が良かった。ごまっす進む。ないよそんなの。スパイダー騎乗位、これ足腰にかなり負担がかかるんですよ。ただこう気持ちがいいとアドレナリンが出ているんで、普通にジムで屈伸をするよりずっと足腰が鍛えられる。マミちゃんこれガッテンしていただけましたかっていう、これが篠介師匠スパイダー騎乗位なんか言わねえよ。スパイダー騎乗位って名前センスないよね。俺なんかスパイダー騎乗位って名前ついてから、なんのあのくも字の感じしちゃうんだよね。なんかあのスパイダー騎乗位って名前つけちゃったがゆえに嫌いじゃないはずなのに、一回必ずくも字出ちゃうんだよね。ペンネームストレンジラブ。瀬川栄子と天童よしみがのどぐろ飴と VC3000 ののど飴を玉にしたピストルで撃ち合っているところに遭遇する。どんなの？玉の代わりにのどぐろ飴と
VC3000 のど飴で、お互いの喉に腰ね、当てようとしてますからね。一マス戻るだって。何マスも戻んなくてもね、当たったところで喉飴だからね。流れ玉に。もう、ペンネームブラックドラゴンズ、そそかしいスタッフが相田翔子と灰田翔子を間違えてキャスティングするが、別段違和感もなく収録は終わる。そうだね。そんなに、相田翔子さんと橋田翔子さんで、どっちかじゃ決定的にダメっていう形の番組は、あまりなさそうだな。ラスト、ミスっちゃ。そう。ソロキャンプをしていたら、ヤマンバに童貞を奪われるという悪夢を見る。一マス戻る。三国志ばっかり読んでるからさ。三国志で、誰だったかな、あったよ、なんか。逃げてる途中に、じゃあここでかくまってあげるよって言って、かくまわれてたら、隣から、なんかこう、包丁研ぐ音が聞こえて、絶対俺たちぶっ殺されると思って、先手必勝じゃーっつって、隣にいたやつ全員ぶっ殺したら、おもてなしをしようとしていた、みたいな、やつ。ね、これってさ、知らないやつ巨トンだしさ、知ってる人から今更なんだよ、だからさ、絶対言わない方がいい。さあ、ということで、まあいいですね。スゴロクは、まあまあやっぱり、コンスタントに、頭の悪い文章が。ねえ、おそらくここに、頑張って、ちいかわの便箋で初めてのお便り出してくれた子が何書いたとこで採用されないね。大人ってのはそういうもんだ。ねえ、ここは大人の居場所だからね。じゃあ続いていきましょう、こちら。ヤバうまい店カルタ。さあ、この音楽とこの声の組み合わせで何かもやもやとしたものを思い出す人がいたら、脳を焼いてください。脳の一部をね、ハンダゴテでじっくり焼いてください。ヤバうまい店カルタ。ペンネーム北明かりの目覚め。あ、足の踏み場がないぐらい床に猫がいる。衛生的にかけたら一匹だってうるさいこと言われるかもしれない。もう足の踏み場もないぐらいいるから。もう美味しいんだけどね、お店のご飯自体はね。ペネムポコヤ火山。あ、汗だくセックス定食というめちゃめちゃうまい定食が、もうネーミングが、ネーミングが何なんだろうね。あのさ、いるよね。美味しいのにさ、居酒屋とエロ名のなんかの、なんか、その、フランクフルトと卵二つみたいの本当に作りたがる人いるよね。そうなんだよね。で、なんかよくわかんない。俺のがでけえぞみたいなこと言うんだよね。わざわざ言うのにさ、いるその要素。汗だくセックス定食つって。普通に書いてあるからね。続いて。ペンネーム陽気なブルドッグ。アルミホイルで作ったアンテナを渡され、これでガイアの発する微弱な電波を受信しながら食べるとより美味しくいただけますと、店員でも客でもない、ただ店にずっといる人からアドバイスを受ける。もう客でも店員でも嫌なのにね。なんかもうその頭にちょうどスポッてはまるやつで出されるんだよね。ガイアが発する電波を受信してれば、よりうまくなるからっつって。で、こいつがなんで許されてるのかもわかんないんだよね。親方に怒られることもなく、ね。で、言って下げに来た不愛想な店員さんが、最終的にはそれをぐちゃぐちゃって丸めてボールにしてポイって捨てんだけどね。ペンネーム紫の猫、ヤバうまい店カルト。あ、新しい学校のリーダーズの首振りダンスみたいに焼き鳥を食わねえと、セーラー服でコスプレした店の親父に怒鳴られる。今一人の家でみんなやってみてはいる？その首振りダンスの感じでガチガチガチって食う感じっていう、忙しいわ。抜けるほど首振らねえよ。その、串からほつれるほども首振れないわ。
もしで、やばうまい店。ペンネーム、チェリマツ。あ、アリス派の店長と鈴派の副店長が毎日バリ雑言混じりの言い争いをしながらケーキを作っている。ケーキ屋さんなの。ケーキ屋さんなの。ペンネームボブサップ。あ、合言葉である生姜焼き定食を注文すると隠し扉から闇カジノへと連れて行かれる。セキュリティが甘すぎ。バルス並みの、ねえ、バルス並みの甘さだよね。大阪、生姜焼き定食、こちらでございます。こちら頼んじゃうじゃん、生姜焼き定食。一軒でも。ペンネームスズムシ食べた。あ、朝顔の鶴が全身に絡まっていて全く動けないババアが店の前に座っている。ギューってなっちゃったね。夜どうしてるのね。蜂ごと家の中に入れられてる可能性あるよね。ペンネーム犬ゴリラシー君。陰毛が料理に入ってるとクレームが来ると脱毛済みの VIO を店主が見せてくる。言いがかりじゃいっつって。ペンネームセミが鳴いとるんや。イケスで店の親父がたまに泳いでいるって。あの朝ガラガラって行くと親父がね、おいっつって。ちょっと泳いでたら普通じゃねえんだよ。ちょっと泳いでた以外にもいるよ何か。ペンネーム記事に間でシーマ。イケスの中に仏像が沈めてある。何なんだろうね。何なんだろうねあの仏像はね。ペンネーム平成。このペンネームすごくない？天才来たよ。平成手こき合戦チンポコって書いてある。まだ手つかずかなこれ。まだ手つかずかな。もうわかんないけど、どっかでもうすでにアダルトビデオのタイトルだったら、いや、それでもここに持ってきた、その手柄はあるけど、平成手こぎ合戦チンポコって。もうお店あるかな。もうすでにお店ある可能性あるよね。そうじゃ、素人が考えたにしてちょっと、レベルが高い。あ、ジブリの人かな。ジブリの人ならつけねえだろ、逆に。ねえ。ペンネーム平成手こぎ合戦チンポホ。椅子の裏に早く逃げろ店主は偽物と書いてある。なんかその箸落としちゃって、でちょっとこうやって拾おうと思って下見たらなんだこれと思ったところに、これで見た途端にその店主がすげえ強い音、さっきまでその細かい作業やったのに、でっかい牛刀で、ダンッつって、あの、丸い木のさ、丸太みたい、切り株みたいなさ、まな板の上にさ、ダンッつって、そのまま突き刺さって立ってるっていう。新しい橋あるよ、つって。ねえ。ペンネーム北あかりの目覚め。遺影がサインよりたくさん飾ってあるだったから。ペンネームセミが鳴いとるんや。宇宙一新鮮な TKG 卵かけご飯というメニューを注文するとテーブルに鳥が置かれ、卵は生まれるまで待たなければいけない。でも近いミスではあってもおかしくなくない？もう飼ってて、今宇宙一ある新鮮な卵かけご飯食べられるよみたいな。ペンネームチェリマツ。宇治抹茶のパウダーを全身にかぶりシュレックのコスプレで客を迎える。似たような店あるんじゃないよ。ね。ペンネームナックルボール。エレベーターで3を4回、5を2回、2を7回押さないと店のあるフロアには着かない。ああ、
でもなんか、こういうのをコンセプトカフェみたいで作ったら、なんか、こう、評判になりそうな、まあ、消防法とかダメになるのかなか、避難経路がどうのとか、なんのかね。でもなんかこういう、なんか好きじゃん。俺だけがこれを知ってて、選ばれてる感とか。ペンネームケイちゃん。AV 女優の実宅が貼ってある。パッて帰ったら、ずっとみんな色紙貼ってあると思ったら、みんなも、パク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 って、パク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 って貼って。ペンネームランニング大好き。お座敷の畳に結婚で大きな魔法陣が書かれているっつって。食べかけのまだあったかい水餃子とかいっぱいあるの。で、そこのであるんだけどっていう、なんだろうね。でいて、その魔法陣から煙も出てんだよね。ペンネーム、青いみかん。おばさんが猫型配膳ロボットのコスプレをして料理を持ってくる。記事に間でし、今。オウムが、食べるな食べるな危険危険食べるなを繰り返してる。ラスト、ケイちゃん。おやすさんのねじり鉢巻きがきつすぎて耳から脳みそが出てる。ギリ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 ードルズ注文忘れちゃった。注文忘れちゃってか。今入ったばかりの注文出ちゃってか。注文忘れちゃった。そんなんじゃすまねえ。いやー、いい勝負だね。さあ、どっちが勝ったとあなたは思いますか？スゴロクカルタ、令和版が勝ったと思う人は、メールの件名にひらがなで、スゴロク。ヤバうまい店カルタが勝ったと思う人は、メールの件名にひらがなで、ヤバうまいと書いてください。そしてメールの本文の方には、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に急いで送ってください。投票は1人1回です。抽選で3名様に、バカ力カードをプレゼントしています。メールアドレスは baka@tbs.co.jp baka@tbs.co.jp です。さあ、曲は岡村和義さんで I Miss You Fire。 受付開始。さあ、投票の受付はここまでです。僅差スゴロクカルタ令和版361票、ヤバうまい店カルタ384票、勝ったのはヤバうまい店カルタ。うわー、名勝負はやっぱり高校が強いよね。そうなのよ。でいてね、この時間ってこれが正しい聞き方なんだけど、忘れちゃうんだよね。すげえ笑ったんだけど。もうスパイダー騎乗位の試して勝手なやつ忘れてるでしょ。ね、だからあれとか相当強いんだよ。相当強いんだけどね。ということで。まあでも一回、スゴロッカルタは二軍に落ちても、ここで投稿をいっぱいもらって上がってくるのがいいでしょうね。で、勝ちましたヤバうまい店カルタは、デビュー戦飾って家業に進みます。さあ、それじゃあここにチャレンジしてくる新しいと言いますか、チャレンジャーカルタはこちら、裏のイラスト屋、裏スト屋カルタ。さあ、ということで、これまたぶっ飛んだやつが書けますからね。9週ぶり間空きました。まあ、新人が割と出ましたからね。裏のイラストや、ウラストやカルタ。ありとあらゆることに対応した、イラストがあると言われているイラストやにもない、イラストがテーマの、カルタです。さあ、例題ですが、そうですね。ペンネームセミがナイトルイヤ。は、バザーに夫の電動オーナーホールをなんだかわからないまま出品している奥さんのイラスト。あ、なくはなさそうだよね。ほんとね。ゾフィーと双子の姉妹、富士そばでお誕生日を祝っている家族のイラスト。いやいや、だってさ、マックとかだってマックのお誕生会ってあるわけじゃんか。
富士そばもマックにあのドナルドが来てくれる会に演歌歌手の人が来てくれて、でいて、ハッピーバースデーツーユを歌ってくれるかもしれませんからね。ということで、ヤバうまい店カルタは家業に進みます。対する裏のイラストや、ウラストやカルタは、破業での募集です。あの歌こう聞こえたらもうおしまいコーナー。